ひとよちゃん、お仕事に連れて行きますけど、今から言うことは守ってください。ママ、とても大切なことですよ。うん。怖いものが出てきて驚いても声を出してはいけません。怖いものが喜ぶことですから。うん。あと、どんなに怖くても泣いてはいけません。これも怖いものが喜びます。うん。最後に、何があっても私から離れないでくださいね。そうすれば私はすごくすごーく頑張れます。うん。驚いても声を出さない、怖くても泣かない、何があってもママから離れない。ひとよ、約束する。はい、よくできました。100点満点です。ひとよちゃんは私が絶対守ります。今日は一番のつもりだったが、室伏にはどうしても負けるな。すみません、私が一緒だったばっかりに歩くのが遅くなってしまったに違いありません。いえいえ、私が待っているのが好きなので早く来ているだけですよ。慌てずにゆっくり来てください。はい、魚の解剖に夢中になってたさ。その様子をスケッチしてたっす。え、その魚は解剖途中で放置されたんですか。おいしかったです。あらあら、今度は私も呼んでくださいね。二人の好きな味付けで料理しますよ。命も時間もギリギリ、常に綱渡りをしている感覚を保つ。はい、遅刻を一度もしたことのないふぶきちゃんは偉いですね。わー、いかん、みんな気をしっかりと保て。 31D 全員揃った。これより森足方面の調査に出る。この地域は司令部からは安全ではないと聞いている。目標の痕跡を調査する前にキャンサーを討伐し安全を確保しよう。先に飛ばしてあるドローンから周辺のキャンサーの情報が送られてくる。ヘリの上から地形も確認してあるから適宜最善の手を打っていく。皆を安全に基地まで返すぞ。それが私の役目だからな。パワー！いや待て、その反応はおかしい。室伏の母性に当てられるのはわかるが、なぜそうなる。ミサトちゃんは頼りになりますからね。やだ、普通に部隊長として慕ってくれ。この人がパパで、ママがママ。ふうふう、ちょっと違いますね。じゃあ家族？そうですね、それはいい表現ですね。